メイキャリのリオンです。実は前に上げた動画でも差し込みでお伝えさせていただいたのですが、メイキャリ視聴者の皆さんからの先行優遇などつけてほしいという強いニーズもあって、人気企業でもライブ参加者限定でインターンへの特別枠を用意していただいたりと、徐々にではありますが動きつつあるので本当にありがとうございます。これはもう視聴いただく皆さんのレベルが高いということに尽きるかと思います。実際私の周りでも情報収集をしている人ほどメイキャリを見ているなと思います。いつもご視聴いただきありがとうございます。というわけで今回はなんとメイキャリ初の2日間連続での理系向け大規模ライブの開催が決定しました。このエキスポの大きな特徴は、1社あたり45分の内容の濃いインタビューはもちろん、 YouTube ライブで参加するだけで参加していることが PR できたり、スタバチケットも当たったり、即日 ES 添削も受けることができる学生目線でメリットしかない企画をしています。私たち運営も就活生なので無駄なことにはならないようにしているので、ぜひ1分で事前登録お願いします。また前回のように理系向けライブで当日参加者限定で選考免除が公表される可能性もあるので、ぜひご参加ください。今回ももちろんですが、今後もメイキャリ視聴者限定でインターン参加やカジュアル面談確約、 ES スキップなど特典をこれからもどんどん企業さんにお願いしていきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。前置きが長くなりましたが、今回は学生人気ナンバーワンの NTT データさんを筆頭に、理系就活生に人気で競争率が高い企業の参加が決まっていますので、ぜひ事前登録で参加することを PR してください。25卒のこのタイミングなので、インターンをはじめとした今後の採用に関する質問はもちろん、給料や理系学生が気になる選考の話などなど、とにかく NG なしで質問していきますので、お楽しみにしてください。ご覧いただいた通り、まだ企業様に出ていただける枠もあるので、もしこんな企業に出てほしいなどあればコメントいただけると嬉しいです。ご要望があった企業に頼み込んでみます。さらに緊急で告知させていただきたいのですが、この2日間のライブの翌日10月12日木曜日の15時から AGC さんと浜松ホトニクスさんのトップ企業対談ライブが決まりました。この2社は8月末のライブでも共演いただき、大変反響が大きかったので、今回もお願いしてライブ実現となりました。理系向けライブと同じフォームから事前登録できますので、ぜひ事前登録をお願いします。今回も1点だけ注意点があります。 NG なしで質問していくので、アーカイブには一切残せません。これまでも残してほしいという声が多かったので、ぜひ見に来てほしいです。最後にお願いです。まず事前登録をお願いします。企業さんからもメイキャリを見ている25卒の方は、特に情報感度が高く能動的で優秀だという声をいただいています。これは皆さんのおかげです。とにかく参加しているだけで逆オファーをかけたくなるなど、とてもありがたい言葉をかけてくださる企業さんもいます。登録したら本当に内定につながる可能性もあるので、参加しないのはもったいないです。デメリットはないので、ぜひ概要欄にあるフォームから応募してください。就活する中でカフェを利用することが多くなってきたと思うので、事前登録をしていただいた方には、先着で50名抽選で50名様にスタバチケット500円分を差し上げます。さらに漏れなく全員こちらの特典がつきます。それではチャンネル登録と通知をオンにして、10月10、11を楽しみにお待ちください。ご視聴ありがとうございました。